今回これをギアベストで買ってみたいと思います。まずはこれをアッドトゥカートに入れると、カートに入れますと。で、そうするとカートに入るので、こうなりますよと。で、ここでプロシードトゥチェックアウトね。ここを押すと。そうするとまだアカウントを作っていないので、アカウントを作ってくださいよ。Facebook とか Google プラスで作れるんだが、連携しないで新規に作ることもできます。今回はあえて新規で作ってみましょう。E メールアドレスとパスワードとコードを入れると。ね。はい。入れて、レジスターを押しますと。で、そうすると、あなたのアカウントが有効化されましたよと。アクティベーションのための E メールが送られましたと。メールを見てねということですね。それで、こういうメールが来ますと。このメールの、このリンクをクリックしてくださいよと。クリックと。そうすると、Your account activate successfully になるね。なんか、ポイントが与えられたよって。じゃあ、このチェックマイアカウント見てみる？おりゃ。なんだろうね。これ G、ギガバイトじゃなくてギアベストか。そういうことね。10ギガバイトじゃなくて10ギガベストポイントなんだ。どういう意味なんだろう、これ。1ドル分のポイントがつきましたよっていう話なのかな。どういう意味なんだろう。これを見ると、50ポイントが 1US ダラになるよと。合計金額の30%になるまでのポイントは使えますよと言ってるんだね。とりあえずカートに行って、で、もう一回プロシードトゥチェックアウト行きますよ。おりゃ。そうすると、さっきはアカウントの登録してくださいねっていう画面が出てきたんだけど、今度はどこに配送しますかっていうのが出てくると。ここをジャパンにしてだ。ジャパンにするとこうなりますよと。で、住所とか名前を入れると。で、入れ方に関してはこのページが参考になるかな。物欲ガジェットね。URL は説明文の方に貼っておきます。で、Place Your Order を押すということか。おりゃ。で、こういう画面が来るので、で、こうなってるんですね。出荷する方法を選ぶと。15日から30日のビジネスデーがかかるけれども、ただで配送。もしくは、これは早いんだけれども、29ドル9セントもかかるんだ。高いね。で、貨物の追跡だよね。それをつけると、さらに3.8ドルかかると。とりあえずいいっすね。フリーシッピング、これでいきますね。ここでもらったポイント使えるんだ。ここで50ギガベストポイントを使うと。で、マイナス1ドルされます。139ドル99セントが1ドル引かれて138ドル99セントになるよと。で、ペイメントメソッド、支払い方法はどうしますかと。あ、ペイパルでいいでしょう。ということで、プレイスやオーダーを押すと。そうすると、こういう画面に来るよと。で、ここでペイパルでログインすると。とりあえずこれでいいので、同意して続行を押すと。で、こうなると。そうするとだ、こういうメールが来まして、これペイパルからのメールですね。で、ギアベストからこういうメールが来ていて、こういうオーダーが発生しましたよというお知らせですね。で、こういうお知らせも来てますと。ご注文ありがとうございましたと。あとはもう荷物が到着するのを待つということですね。